皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。なんか前回と息違くない。これ録画ミスではないんだよね。前回の休憩ポイントからこの休憩ポイントまで何もなかっただけです。めっちゃボスがいると思ってた。森を汚す者め。なんだ、姿を見せろ。お前たちだ、森の冒涜者め。おい、でっかい木の化け物だ。誤解するな、わしらは。この先には進ませぬ。これ以上この地を汚させはせん。声の大きい木だな、気に入ったぞ。お前たちの屍を苗木の養分にしてやろう。ボス戦だね、魔王回戦。ワイルドカードは攻撃力アップ。ボスって大体攻撃力高いから入ってほしくないわね。ブラウムをチームに入れとけばよかったな。で、相手のパッシブは2つ、3ターンごとに体力回復、常に素早さ 30% 上昇。あとは受けるダメージ減少させることもできるみたいね。あとはかなり状態異常をつけてくるのが多いわね。素早さ低下かスタン、どっちかは確実につけてくるわ。正直スタンはどうしようもないが、素早さ低下はイラオイが解除できるから意識していこう。まあ問題点はイラオイが倒れると回復手段がなくなるってことかな。何してんだ。これ何が辛いかって相手あの見た目でめちゃくちゃ素早いからすごい自利品になっちゃうんだよね。蘇生できるポーション途中で買っといてよかった。しかしまあポーションでゴリ押ししてるとはいえパイプとミスフォーチュン、この二人単体ダメージがかなり強いから、なんとか蘇生できるポーションが尽きる前に倒せるとは、思いたい。初めてじゃない、ボス戦でこんなに苦戦するの。地味に体力回復されるのが厄介だね。おっと。あ、このタイミングでのスタンはまずくね。回復できるタイミング逃した可能性あるなこれ。ですよねー、これ本来はもうちょっと猶予あってステルスになれたんだけども。スタンで先延ばしになっちゃったからね。こうなると状態異常を消す余裕がなくなってくるからまずいぞ。相手がもともと素早さ早いのにこっちの素早さ低下が放置されるとボッコボコにされちゃう。なんとか、蘇生して立ち直れたか。あとは体力を回復できれば安心だけど。とりあえずイラオイとミスフォーチュンの体力が最優先、パイプはステルスになれば意外となんとかなるからね。といっても範囲攻撃ったらアウトなんだけども。痛すぎね。ヤスオやブラウムがいないから相手に蓄バフを防げないのが辛い点ね。やっべ、ステルス状態を解除されまくってるせいでマナが枯渇してきちゃった。とりあえず一旦は安全なパイプにイラオイを蘇生してもらおうかな。蘇生ポーションはあと2つ。魔王界の体力はまだ2500もあるわよ。これアルティメットはイラオイの回復のやつで使いたいんだけど、触手を出す余裕がないから全然使えないな。まあ、出し惜しみするよりかは使った方がいいから使うんだけどね。触手がある本数によって回復量が変わってくるものね。死にまくってるせいで触手がないから回復量もかなり心もとない。そしてここで防御アップのやつ、パワーレーンとスピードレーンでの攻撃が必須。パイプはマナがないからオーバーチャージで疑似的なマナ回復しておこう。まずはスピードレーンの攻撃。相手は苗木召喚ね。ランダムな相手に自爆特攻してくるわ。苗木自体は攻撃して防ぐことはできないからかなり強い。かなり迷うけどとりあえず早く防御アップを消さないといけないから発生が早いレーンスキルでいこう。攻撃力アップは全員に一気に動きそうね。苗木はイラオイに攻撃力アップついてるからかめっちゃ痛いわね。パイクにステルスがあってよかったよ。これパイクだったら耐えれてないからね。ミスフォーチュンのタップは消費されてたか。うん、相手がパイクのリストに乗ってるし皆底の吸収を狙っても良さそうか。相手の体力的に使えれば一撃ね。そう、使えれば一撃なんだけど、アルティメットスキル打てるまでこれ耐えれるか。もう耐えれなくなってきてるな。
て、蘇生できるポーションはあと一つ。このボス戦でも5つ買ってるよ、蘇生できるポーション。ギリギリ溜まってない。これイラオイに攻撃してもらって溜めればよかったかもな。これ以上待ってもまた範囲攻撃来たら終わりなので早めに攻撃しに行きます。苗木と魔王界の攻撃で2人ダウン。一応パイクのスキルのダメージがあれば倒せるはずだわ。うげ、体力1残ったんだけど。ここで2人目。魔王界、やめて。どうやら敵じゃないみたい。焦ったわ。これで第2ラウンド始まるなら蘇生ポーションをあと10個は買いに行ってたね。めっちゃ苦戦した。敵は倒せるときは倒してるからレベルが低いわけではないと思うんだけどね。とりあえず編成を考え直してもいいかもな。レベル16で新しいスキル、これ最後のスキルかな。あとはアルティメットスキルの3つ目だけ分かってないって感じかしらね。強化せねば。奴らは毒だ。苦しみをもたらす。彼らは私たちの敵ではないわ。アーリ、どういうことだ。一体なぜ。ヤスオ、こんなところまで来て私を見つけてくれた。あなたを選んで正解だったわ。ああ、そうかもな。だが俺の選択はどうなんだ。アーリ、そのよそ者たちはお前の友人か。ええ、一人はね。何時が守ろうとしていたのはバスタヤか。雇い主だ。用心棒として雇われたんだが必要なかったようだな。なぜ何も言わずに消えた。あなたが真実を知る必要はないわ。私の探し物だから。あんたを心配してたんだぞ。グレイハーバーで一人で戦うことを選ぶとはな。あまり長い間誰かと一緒にいるのは良くないって思ったのよ。あなたの可能性を感じてた。だから雇ったの。姿を消したのも同じ理由よ。邪魔して悪いけど、感動の再会をしに来たわけじゃないんだ。感動でもないかもだけど。森を汚すためでなければここに何をしに来た。人探しよ。ガングプランクってやつ。霧を操っている者のことか。どういうこと。ガングプランクが黒き霧を操ってるっていうの。そんなことできるわけがない。人間よ、本当に不可能だと思っているのか。それは私もガングプランクを探しに来たの。我が種族の秘宝をここに持ち込んだから。でも到着してガングプランクが黒き霧を操るスレッシュに協力していることを知ったわ。恐れていた以上の事態だ。スレッシュが構える要塞の中にガングプランクはいるはず。邪悪なる魂に死の霧。かつての素晴らしい王国に何があったんだ。この森は神聖な場所だった。迫り来る死と影から命を守るための聖域にして最後の砦だったのだ。だがここも失われてしまうだろう。なぜそんなことに。見せてやってくれ、アーリ。破滅が訪れる前、ブレスドアイルは美しい神秘の島だった。魔法の白い霧に包まれてこの島はずっと人目につかず隠されていた。島ができた頃から魔王界は自由に動き回っていた。地中深くにある肥沃な泉に根を伸ばし、力を秘めた水で苗木を育てていた。島は木々に覆われ、エメラルド色の森が一面に広がり、そして祝福の水が万物を潤した。そこに人間がやってきた。人間たちは繁栄していたが、魔王界は警戒していた。長年人間はこの島で平和に暮らし、中には魔王界から祝福の水の秘密を教えられた者もいた。さらに年月が経ち、兵士たちが現れた。
魔王界は言い知れぬ危機感を抱いていた。兵士たちの目的は癒しの力を持つ命の水だった。そしてついに破滅が訪れた。兵士と彼らの王は欲望と苦しみに突き動かされ、島に黒き霧を放った。一瞬のうちに巨大な爆発が島中を包み、黒き霧が全てを飲み込んだ。魔王界は祝福の水を吸い上げ、最後の手段に出た。魔王界は影を撃退し、避難場所を求めた。残ったのはシャドウアイルと化した島の名残。そして魔王界はわずかな希望にすがり、霧と戦い続けている。あんたは守護者か。かつてはな、あの頃は島中を自由に動き回ることができた。しかし今は霧が壁を作り、行く手を阻んでいる。我ですらそれを破ることはできぬ。あんたの力は絶大だろうが、抑えてんのか。お前たちが探しているもの、ガングプランクが霧を操っている。霧はかつてないほど危険なものとなった。まさに悪夢だ。あれは存在してはならぬ場所にすら移動している。俺の質問に答えてねえな。深海のものよ、我は抑えられているのだ。我の根はかつてはシャドウアイルの地下を流れる祝福の水を飲んでいたが、今は黒き霧を吸収している。黒き霧は地下をも侵しているのだ。祝福の水、その水をわしも手に入れることはできないか。無理だ。水脈はすでに枯れてしまった。わずかに残った祝福の水は我の葉や根の中を流れている。どうにかならないか。村に薬を持って帰ると約束したんだ。約束を破るわけにはいかん。地下の水は黒き霧によって間違いなく汚されているでしょうね。力を合わせれば浄化する方法が見つかるはずだ。やってみよう。でも汚されていようがいまいが、水自体が残っているかどうか、もし水が見つかった時、あなたがまだ生きていたら分けてあげる。バスタヤ、何時が地下に行くのか、なぜだ。私も探し物があるの。あることを知りたくてね。それを教えてほしかったな。なら教えてあげるけど、先祖の情報を探しているの。私の部族ベサーニのこと。アイオニアにはいなかったのか。会ったことはないわ。でもずっと昔、破滅が起こる前にベサーニがここに来ていた。アーリー、こうして話している間も我々の敵ガングプランクは動いている。奴を捕まえるには魔王界の根を影の呪縛から解放し、闇の帳を破る必要がある。我らも地下に向かおう。ああ、それは願ったりね。約束は果たす。同行するぞ。安男、あなたは私の力を見たけれど、あれで全てではないのよ。私にも以前人間の仲間が、友人がいたわ。でも近くにいると傷つけてしまう。部族のことが分かれば自分のことも魔法のことも分かるはず。それまでは私一人の方があなたは安全だわ。再会は偶然ではない。何か理由があるはずだ。みんなあんたと一緒に行く。分かったわ。でもそれぞれが目的を果たすまでよ。その時が来たら、あとは自分の道を行きましょう。ああ、いいだろう。お前たちは森を汚すのではなく、浄化しに来たのだな、小さき者よ。気をつけて進むのだぞ。アーリーが仲間になったわね。役割は回復とダメージ。めっちゃ優秀じゃねえか。回復量とかスキルによるかもしれんが。
単純スキルは幻惑のオーブ。魔法で隠されてる物体を暴けるし、敵に当てると正規吸引を2スタック付与して始まるわ。その正規吸引は9スタックになると次のスキルが強くなって、味方1人が回復するみたいね。ダメージと回復を両立できるのはすごいな。一応イラオイでもできないことはないが。というわけで今回はボス戦しかやってないが、この辺で終わりにしようかな。次回までにパーティーを考えておかないとね。バランスのいいパーティーができるといいな。というわけで今回はこの辺で終わりにします。また別の動画で会いましょう。バイバイ。